2002年の日本グランプリはロードレース世界選手権の2002年シーズン開幕戦として4月5日から7日まで三重県の鈴鹿サーキットで開催された。最高峰クラスはエンジン排気量が4ストロークの場合 990cc まで拡大された新生モートジッピークラスの記念すべき初レースとなった。日曜日の決勝は全クラスがウェットコンディションで行われた。 125cc クラス決勝では、雨の中多くのライダーが転倒を喫し、37台中18台が、リタイアする、サバイバルレースとなった。そんな中フランスのアルノーバンさんが独走し、開幕戦を制した。例年強さを見せる、地元勢の最上位は、上田昇の4位、前年度シリーズランキング2位のウイヨー1。 前年の日本 GP を制した、東ずまはともに点灯に終わり、表彰台に日の丸は掲げられなかった。250cc クラスでは、例年通り地元ワイルドカード勢が強さを見せ、35歳のベテラン宮崎厚が独走でグランプリ初優勝を、遂げた。2位も、ワイルドカード出場の井大作が続いた。激しいバトルが展開された3位争いには、青山広和、 青木治虫親の二人が加わっていたが、ファイナルラップに広数は体勢を崩して階に沈み、千代親は、転倒をきっしりタイヤとなり、ランディ・ドプニエが、表彰台に立つこととなった。モートジッピークラス初レースとなった、今回の鈴鹿だったが、最新の4ストローク 990cc マシンを、与えられたのは4メーカーのワークスチームの7名と、ワイルドカード参戦の開発ライダー2名だけであり、 残りのサテライトチーム勢はすべて従来の2ストローク 500cc マシンでの参戦となった。予選初日のセッションこそ NSR500 を狩るロリス・カピロッシが制したものの土曜日のセッションでは RC211V を狩る前年度の 500cc クラスチャンピオンバレンティーノ・ロッシが速さを見せポールポジションを獲得した。 ヘビーウェットの中、スタートとなった日曜日の決勝では、序盤はワイルドカード勢の開発ライダー二人、鈴木 GSVR を借る両明と、RC211V を借る伊藤新一がレースを引っ張った。初めて雨の中で、モートジッピーマシンを借ることになったロッシは、序盤は3番手で様子を伺っていたが、8周目に伊藤を抜いて2位に浮上、16周目に針を抜いて、 トップに立つ。その後ロッシは、両の追撃を抑えきって、新、モートジッピークラスのオープニングレースの勝者に輝いた。3位には終盤に、伊藤を、オーバーテイクした、ユーザー M1 をカるマールボロヤマハのカルロスチェカが、入り、日本の3メーカーが、表彰台を分け合った。ありがとうございます。